はい、皆さんこんにちは、 SJ です。本日もよろしくお願いします。これ聞いてくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、来ましたね。はいはい、来ましたよ。はい、速報です。超激アツ速報です。いやもうこれはねカットしません。次の試合も控えてるんですぐ取りたいと思います。阿部レイヤー VS キコマルチネス、これは IBF フェザー級挑戦者決定戦。いや勝った方が世界挑戦ですよ。これ超速報ですよ。はい、どうなったかというと、阿部レイヤー選手が大差判定勝ちでキコマルチネスに勝利しました。おめでとうございます、阿部レイヤー。いやーこれはもうね、阿部レイヤー選手もうテクニックでもうね勝りましたね。完全に重欲豪は制した感じです。まあキコマルチネスといったら9年前、まあ長谷川穂積選手をボコボコにしたあのキコマルチネスです。いやーこれはねもう阿部選手快挙ですよ。まあこれね、まあ特集においてはまあちょっとこれが全部終わったらこれは改めて特集やっていきたいと思います。まあ阿部レイヤー選手、まあほぼ2ラウンドにちょっとまあクリーンヒット一発もらった以外は全部全ラウンド取ったんじゃないでしょうか。まあ、阿部選手の凄みって言ったらやはり左ですね。あの隙をついて軽く打つ左、あれが鞭のようにしなるパンチでバーンってなるんですよね。あれで制しましたね。あの左のパンチはもうジニアスレフトでいいんじゃないですか。これ名前つけましょう。なんかモンスターレフトとかゴッドレフトとかいろいろあるじゃないですか。まあ、次世界戦だからねこれジニアスレフトでいいですよ。まあ、名付け親はこうちょっと自分にしてください。これ阿部レイヤー選手本当に快挙でフェザー級でねここまで、まあ、運も実力も全て兼ね揃えてますね阿部レイヤー選手。これ阿部レイヤー選手の凄みって言ったらやはりあと、まあ、左とあとフットワークですね。あのもうすぐに右に回る、あの右に回りながら右フック、あれも有効でしたね。まあとにかく阿部レイヤー選手おめでとうございます。この試合阿部レイヤー選手が勝ちました。次戦が世界戦ですね。IBF のフェザー級はチャンピオンがルイス・ロペス。ただルイス・ロペスは今試合が決まってるんで、まあその結果次第ですね。まあとにかくこれで指名挑戦となりました。世界戦の権限を得ましたね。次は世界だ、頑張れ阿部レイヤー。おめでとうございます阿部レイヤーさん。ちょっとねちょっと早急にちょっとコラボしてもらいます。はい、ちょっとジムまで伺おうかと思います。はい、皆さんじゃあ次戦もちょっと特集していきたいと思うので、まあ結果速報やっていきます。はい、それでは皆さんチャンネル登録してお待ちください。はい、失礼します。ありがとうございました。